どうも、トハです。この動画はトハが自分のブログに書いた記事、ゼロからやってみるキャラモデリングっていうのを見ながら、実際にモデリングをしてみている動画になります。今回でパート10になります。で、前回の動画でここまでできました。で、今日はですね、この続きで、スカートとか、ボタンとか、リボンとか、という小物類を作っていきたいと思います。じゃあ早速やっていきますかね。まずはですね、スカートから作っていくんですが、ここに書いてありますけど、体のモデルをコピーして、で、腰の部分のエッジを押し出してっていう風にして作っていきます。なので、まずはこの体のオブジェクトをシフト G でコピーして、右クリックを押して元の場所に戻す。で、今これ変えときますか。スカートっていう名前にしといて、で、腰のエッジを押し出します。ここから押し出していきます。押し出し。変な感じに押し出されますけど、こういう風にでいきますんでですね。で、これ今ここ透明になってるのは、光線がひっくり返っているので、こんな感じになっているので、まずはここの光線をメッシュ、ノーマル、暗転やって元に戻します。スカート部分以外はいらないのでですね、ここ以外はいらないから消したい。ということで、選択、反転。やると、選択したとこ以外全部選択できるので、これを消しちゃいます。一応スカートの元になる台形みたいのができたんでですね、これちょっと長さとか、大体の裾のラインとかを合わせていきます。となくこんな感じですかね。一応上から見ても丸となる感じにしておいた方がいいですね。ちょっと手が邪魔かな。大体そんな感じですかね。
ではですね、これがスカートのベースになる。まあどれぐらい広げるかとかはまあ好みで見てもらってもいいですが、で今これまあまっすぐなんでですね、まっすぐは可愛くないのでちょっとずつまたふんわりの感じしていきます。で今真ん中ふんわりしたんで、残りの部分もふんわりしていきます。ループカットちょっと使おうかな。ループカットでここ一回でスムーズでふんわりちょっとなりますかね。一回ループカットでここで今度はまあ一応このせっちゃんふんわりしてキュッてなってるんですね。なんでそんな感じしようかな。こんな感じでちょっとしようかな。これはこんな感じですかね。こんな感じかな。これでスカート大体出来です。もうちょっと短いかな、どうかな。まあニュアンスなんですけどね。で、今スカートだいたいできてますけど、実はカク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 してるんですね。裾のラインもちょっとカクカクしてる。なんでこれを今ブログにも書いてますが、裾だけちょっとこんな感じで
割ってですね、滑らかラインにしておきたいということで、これを滑らかラインにしますが、フリックラインでやろうかな。ここも これで、裾のラインだけ割った感じで、ここをね広げたいわけなんですよね。どうやるかっていうと、スケールでやろうかなと思いますが、ここにスケールの中心あるとちょっとなーって感じなんで、LED カーツにしようかなにしたら、ちょうど真ん中にスケールの中心が来るので、この状態で平面のスケールこんな感じですかね。プラスしたこんな感じですかね。でこれは元に戻しといて、そのラインの方もちょっと調整して、もうちょっと丸みを出したいんですよ。その方がちょっと変わりにで、どうかな、こんな感じですかね。それでちょっとスカートがふんわりの感じになったかなと思います。なったかな。今この辺のラインとかはね、なかなかね好みあるんですけどね。まあこんな感じにしておきましょう。で、スカートができました。じゃあ次は、ボタン作ります。ボタンは追加メッシュの円柱から作ります。蓋のフィルタイプ、これ三角いけたでやるとこの感じになりますので、これからボタンを作っていく。で丸のこんな感じか。つけたくしつつ、ここをこうしつつ上げつつで、これでちょっとボタンの丸み
みたいのが出て、こっちは裏側なんですけど、ちょっとフックにして刺すんで、ね、こんな感じにしておきます。で、ちょっと正面を見てもらう。90度。これを、とりあえず、この辺に持ってくる。で、まあ、でかいんで、もうちょいちっちゃく。で、ボタン2つあるんでね、もう1つコピーで作るんですけど、いつも Shift D でコピーしてますが、今回は Alt D でコピーする。で、Alt D でコピーするとね、なんかリンクコピーみたいになるんです。そうするとどうなるかというと、このこっち側をちっちゃくすると、もう一個の方もちっちゃくなる。まあ一緒に編集できるというか、つながってるというか、インスタンスコピー。マヤでいうところのインスタンスコピーかな？になります。これまあ同じサイズなんでね、こうやっといた方が調整しやすいと思うんで、こんな感じにしときましょうか。ちょっとこれをこっちにしとこうかな。それでボタンができました。じゃあ次は何を作るかというと、これです。ブレスレット。で、ブレスレットはオブジェクトじゃね、追加メッシュのトーラスっていうのから作ります。で、まぁ、ちょっと、このトーラスのパラメータ設定結構めんどくさいんですけど、場所000にして、大セグメント8、小セグメント6、大半径を 0.08、小半径を 0.015 くらいにすると、まあ結構近いサイズになるんで、これをやってもらってですね。で、ちょっと幅広にします。幅広すぎたかな？調整するとして、でこれを腕ら辺のとこにちょっと回転とか合わせておきますね。まだちょっとでかいんでですね、ちょっとスケールします。感じかな。まだもうちょっとかな。こんなぐらいですかね。ちょっと確認。結構いい感じですね。じゃあ次は何するかというと、これです。リボン。リボンどこにあるかというと、腰の後ろにありますんでですね、これを作っていく。これね。で、立方体から押し出して、カットして、チチチ。という感じですね。じゃあ、まずは追加のメッシュの立方体。で、これをちょっとこの辺に持っ
ってきて、まあ、でかいですし、ミラーで作っていくんで、オートミラー一回ポチして、ミラーモディファイアを当てます。で、でかいから、ちっちゃく。で、面を押し出す。押し出す。ちょっと広げる。で、今形をちょっとずつ合わせながらっていうのはいつも通りなんですけど、こんな感じですよね。で、すぐここで、ここいいですか。まずはここですね。ちょっとこんな感じにしておいて、ループカットでこことここに入れる。で、ここはちょっとこんな感じ。ここはちょっとこんな感じ。ちょっとリボンの形になってきますよね。ちょっとこんな感じ。ここも少しリボンっぽく。で、置きます。こう。こう。で、そのちょっと結び目っぽいキュッの感じが出るんで、こうしといて、ちょっとこっちを膨らましといて、で、次これですね。まあ、ここ丸くするために、ここにカットを入れて、なので、メイクライン、まあ、ナイフツールでもいいんですけど、こうして、こっち、こう、する。で、ちょっと裏の方見にくいので、こうして、こう、ですね。ちょっと上げたり、ちょっと下げたり、5つ。で、このカクッとしてるところをもうちょっと丸くしていきたいんですが、もうちょっと薄ぺたくしようかな。ここはつなげておこうかな。で、リボンの形、ちょっとここ、こんな感じ。ね、ちょっとこんな感じで
厚みというか丸みというかをつけて、ほんでですね、ここのカクッとを丸くしたいんで、ここに割り入れる。こっちにも割り入れる。で、ここはつなげとく。で、この部分をちょっとこうしていくと丸い感じになるんで、これでちょっとリボンっぽくなると思います。まあちょっとっぽく、ちょっとこうしようか、こうしようか、悔やめようか、なんか可愛い感じの形にしてください。リボンっぽい感じで。で、これで大体の形はできてるんで、ちょっともうちょっと腰の位置に近づけて、どんなもんか見てみましょう。ちょっとで邪魔なので、こうして腰にぶっ刺ししますから、ちょっとくってっと出しておきますかね。で、この辺ね、いいですかね。ちょっとこっちに。で、ちょっと結び目がちっちゃい方が可愛いですかね。こんな感じかな。あんまりまっすぐだと可愛くないのでですね。こんな感じかな。手を出す。だいたいいい感じですかね。お、これで一通りアクセサリー的なものは作れましたかな。あとはこのブログではスカートの裏面ね、作ってて、とりあえず今なんかこう見るとスカートなくなっちゃう、とりあえず作っときましょうか。作り方はこれをシフト D でコピーして、右クリックで元の位置に戻して、この面を反転します。ノーマル反転、そうすると裏面が出ます。まあ、あとでちょっとまた調整するんですけど、それは置いといて、これで
一通りのアクセサリーとスカート完成しました。ちょっとボタンが大きいかな。もうちょっと上げながら、こんなもんですかね。これでせっちゃんベースが、ベースのモデルができました。パート10でやっとこさ。今これですからね。作るの最終形態、これですからね。基本的のパーツは揃えましたよね。よかった、よかった。こんな感じですか。いいんじゃないでしょうか。ということで、動画はとりあえず一区切りで、ブログの方でではですね、ここまでできたら次は何をやっているかというと、スムーズ処理を整えてとか言ってるんですね。このあたり、次の動画でやりつつ、フラットなんでこんなカクカクカクしてますが、これを整えるのは次の動画でやりつつ、次以降の予定なんですけど、ブログではテクスチャーは取り扱いませんっていうことで、UV とかマテリアルとかやらなかったんですが、動画の方では UV 展開して、マテリアルを設定して、ブレンダーの画面でこの状態になるところまでは一応やりたいかなと思っています。なので次の大きなところは UV 展開になりますね。とりあえずここまでできてよかったです。動画をパート10まで見てくれた皆様どうもありがとうございました。そしてこの後の続きの動画もまた見ていただければと思いますんで、今日はこの辺にして、また次の動画でお会いしましょう。ということで、バイバーイ。またねー。